コンドーム爆弾を作ってみたいと思います。材料はこちら、コンドーム、コーラ、かっこ 1.5 リットル、メントス、アポロチョコチョコ。わあ。はい。セルロース系の不織布。ということで、じゃあ早速作ってまいりたいと思います。オリーブオイルを、くぼみの中に入れてみたいと思います。続いて、このセルロース系の何か、そうだ、燃えすぎないようにちょっとこれ、水をね、こう垂らしてあげて、倒れちゃうね。よし、着火だ。うーん、ちょっと待って待って、やばい、火ついた。おいおはは、ちょっともう引火しないよ。ちょっと、やべえ、匂いだけが。いやー、どうしよう、これ。やべえ、せめてマスクつけてくれよかったよ。やーべえ、不注意の極みなんだけど。ちょっと待って、もう一回。ありがとうございました。はーい、こんにちは。今日はコンドーム爆弾を作りたいと思います。コンドーム爆弾を作ってどうするかというと、そのコンドーム爆弾を人の顔に投げつけて、とんでもないことにしちゃうと思います。どうやって作るかというと、コーラ、かっこ 1.5 リットル、コンドーム、メントス、アポロチョコチョコで、ごめんなさい、違いました。おいしい。では、レベル3やりたいと思います。ちょっと燃やしてみますね。オイルをかけて燃やしちゃおう。3、2、1、はい、ボー。これたまに髪の毛焦げるんですよね。ほんと。はい、燃えてます、そんな感じに。スイカ、これで平気でしょうかね。